藤井聡太八冠に伊藤翔七段が挑戦する将棋の竜王戦七番勝負、主催読売新聞社の第3局が10月25、26日の両日、福岡県北九州市の旧安川邸、炭鉱で財を成した実業家の安川慶一郎氏、1849から1934が1912、明治45年に建てた邸宅で行われ、96手で藤井聡太が勝利した。同学年対決は藤井聡太の開幕3連勝となり、タイトル防衛まであと1つ。敗れた伊藤は角番となった。際どい勝負。対局後、藤井聡太は、本局、序盤からあまり経験のない形だったんですけど、封じ手のあたりは少し自信のない形での戦いになったのかなと思います、と語り、さらに、終盤はわからない局面が多かったと思います、などと振り返った。勝利が見えたのは、84手目の5七馬と引いた手が詰めろになる形だったので、そのあたりでいけそうかなと思いました、と語り、伊藤が優勢になる場面もなく完勝と思われた一局も、最後の最後まで際どい勝負だと思っていたことを明かした。先手は伊藤、互いに飛車先の歩を進める相掛かりの展開を藤井聡太が真っ向から受け止めたが、伊藤も銀を繰り出して積極的に攻める。伊藤は午後4時半ごろ、43手目に2を見合った藤井聡太の歩を取り込んで攻撃の銀を前進させる。これに対して藤井聡太が大長考に入り、午後6時、そのまま封じ手となった。ここは展開が激しくなる含みだった。角筋を午後で止めていた歩を藤井聡太が前進させれば、角同士がぶつかる。さらに、次に歩が成り込めば、王手となる。王長考で勝負手を封じた藤井聡太。果たして翌朝、立ち会い人の森内俊之九段の手で開かれた封じ手は、最も激しい展開になる5、6歩だった。この封じ手に藤井聡太は、103分もの時間をかけている。1日目でも指せたのだろうが、藤井聡太はあえて封じ手とし、一晩考える伊藤に焦点を絞らせない駆け引きだったのかもしれない。2日目からアベマで解説を担当した久保利明九段は、封じ手について、昨日は自分の対局があって見ていなかったけど、夜、番組を見てまず浮かんだのは、7七歩、でしたね、と明かした。これに対して伊藤も長考したが、飛車の横っ飛びでその歩を取る、守りの一手を選んだ。ところが、次に藤井聡太は驚きの手を指す、後に、自陣の飛車を振って伊藤の飛車にぶつけてきたのである。久保九段と交代で解説した中村大地八段、35、は、うわぁ。すごい強気の手、全然、思いつかなかった、と感嘆した。この手を指すと、藤井聡太は二度ほど席を外した。おやつに選んだ北九州市の7区をかたどったクッキーを食べに行ったのかもしれない。双方、玉をがっちり囲っているわけではない。まさに一触即発、どちらかが一つ間違えれば、あっという間に終局してしまうような緊迫の攻防となる。終盤、飛車を再下段になり込まれた伊藤は、遁走を妨げる壁になっていた銀を7七に持っていき、玉を8八に逃して粘るが、上部に逃げても藤井聡太の桂馬などが控えており、逃げ切れない。伊藤は飛車を藤井聡太陣に打ち込んで反撃するが、藤井聡太玉を上部から攻める駒が完全に不足しており、追い切れない。最後は藤井聡太の6八銀の王手を見て投了した。ここから伊藤玉が詰むまでは20手近くかかるが、早い投了はプロの美学でもある。八冠の牙城を崩せば名が残る。第1局から3連敗の伊藤は、もう後がなくなった、なんとかそこまでは、としていた師匠、宮田俊雄八段、70、のふるさと、秋田県で第6局を指すことはできるのだろうか。今シリーズの伊藤は、竜王戦第5組から挑戦権を得るという前例のない、下克上、で将棋界を驚かせた。しかも、竜王戦の第1局と第2局の間に藤井聡太が八冠を達成したため、くしくも、藤井聡太八冠を破って七冠に戻す権利を最も早く獲得した棋士となった。藤井聡太から竜王を奪取すれば、伊藤は藤井聡太を三日天下にした男、として将棋界にその名を刻むことになるだろう。事実、羽生善治九段、53、の七冠制覇を3ヶ月天下で終わらせた三浦弘行九段、49、は、将棋ファンの記憶に強く残る棋士となっている。ましてや伊藤は、小学生時代に藤井聡太少年を破って号泣させた同学年の棋士として知られている。三浦九段以上にその存在感は高まるだろう。
その伊藤だが、アベマで聞き手を務めた室谷由紀女流三段、30、から伊藤との交流について問われた解説の中村八段は、何しろ私が17歳で棋士になった時、伊藤七段は4歳ですから、と、あまり接点がないことを明かした。伊藤はまだ若い上に、この1年で急速に力をつけてきたため、棋士たちと親交を深める時間がなかったのも無理のない話だろう。第2局があった京都での前夜祭で筆者が伊藤を見た時も、生来真面目で物静かな男という印象だった。棋士仲間で、ワイワイガヤガヤ、とやるタイプではなさそうにも見えた。弱気になった、秘めたる闘志の持ち主なのだろうが、このシリーズに限れば、伊藤はどこか弱気になっているように思えて仕方がない。実際、第1局では、1日目に長考した時におかしな手を指したと思っていて、そこから自信のない展開だった、第2局でも、妥協して自信のない展開にしてしまった、という発言があった。今回も藤井聡太の封じ手の5、6歩に、飛車でその歩を取る、武家を選択したが、攻撃して勝負をかけることもできただろう。終局後に伊藤は、5、6歩に対して、2、3銀なり、とかで攻め合うつもりだったんですけど、ちょっと自信が持てず、本譜を選びました。ただ、悪化させてしまったのかなと思いました、などと話し、2、3銀なりが候補手だったと明かした。藤井聡太の迫力に気をされたのだろうか？逆に言えば、藤井聡太が大長考して選んだ局面を一挙に激しくさせる封じ手が、相当、伊藤を悩ませたことの裏返しでもある。ちなみに、加藤一二三九段、83はこの局面について、伊藤七段は封じ手の後、飛車で5筋の歩を払って急戦に持ち込みましたが、歩で取っての長期戦にした方が良かったのではないでしょうか。対藤井聡太戦の先手番で相掛かりからの乱戦にしては、先手番の良さがいきません。日刊スポーツ10月27日、ひふみ以外、より、と指摘している。さて、タイトル戦の7番勝負の歴史で3連敗から4連勝して逆転したのは、2008年の竜王戦での渡辺明九段、39、イコール相手は挑戦者の羽生九段イコールと、2009年の王位戦での深浦康一九段、51、イコール相手は挑戦者の木村一基九段、50、イコールの例がある。これで伊藤のプロ入り後の藤井聡太との対戦成績は5敗となり、まだ1勝もできていない。大きく差をつけられた同学年に、今後どう挑んでいくか、内容を改善して臨みたい、と静かに語った伊藤が、今後、巻き返せるか。注目の第4局は、11月10、11日の両日、北海道小樽市の銀鱗荘で行われる。一部継承略、藤井聡太八冠、対局中は、頭の中の盤で駒が動いている、なんてかまとめて進んだ先の局面格。将棋の第71期王座戦5番勝負に初挑戦し、永瀬拓矢王座を3勝1敗で下してタイトルを奪取するとともに、将棋界8大タイトル全制覇を果たした藤井聡太王座のトークイベント、史上初八冠達成、将棋、藤井聡太新王座が次戦解説、が都内で行われた。2部構成の前半は、山口恵理子女流2段とトークショー。考える際、目の前にある盤に先の駒の配置を投影させる、とか、頭の中の盤で駒が動いている、なんてかまとめて進んだ先の局面を頭に書く、と話した。何手まで考えるかの問いには、理想は必要なだけですが、現実的な局面によっては40手くらい先、とした。羽生善治九段が盤を4分割にしていると聞き、どういうことですか、参考になります、と切り返していた。藤井聡太八冠、勝負飯初訪問対局場での選択は、揃ったデータで事前にチェックしています。将棋の第71期王座戦5番勝負に初挑戦し、永瀬拓矢王座を3勝1敗で下してタイトルを奪取するとともに、将棋界8大タイトル全制覇を果たした藤井聡太王座のトークイベント、史上初八冠達成、将棋、藤井聡太新王座が次戦解説、が都内で行われた。2部構成の前半は、山口恵理子女流2段とトークショー。参加者などからの質問に答える形で進められた。その後は、第1局、神奈川県秦野市、陣屋の次戦解説を行った。昼食で注文した伊勢海老のカレーについて、事前に予習して、こんな感じというイメージを持っていたが、それの上を行くものが出た、と苦笑い。ビーフと伊勢海老の2種類のカレールーをかけて楽しんだという、カレーに伊勢海老の旨味が詰まって美味しかったです、と話した。実は、初めて訪れる対局場で過去に開催された時のデータを藤井聡太は入手する、揃ったデータで事前にチェックしています、と勝負飯の選択方法も明かした。
ちなみに普段は食べ過ぎないように注意しているが、対局の時は大丈夫かなと食べるようにしているという。